はいどうも皆様、うぷ主でございます。さて今回なんですが、俺がふざけたいから知恵をくれプゲラッチョといった動画の、それにあったコメントに対してリアクションをさせていただきます。最初に言わせてもらうことがあるとすれば、結構頭ぶっ飛んでんなおむしらという印象でございましたね。はい、あんだけぶっ飛んだというか面白いコメントなかったらこの動画ないぞマジで。ってことで早速やっていこうかなと思いますわ。ってことで巻き込み事故にあったメンツは集合なのだ。なんかよくわかんないけど私呼ばれたもんで。なんか知らんが出番なかった私まで呼ばれたぜなんてジェイ。私も呼ばれたよなんてだろう。俺もなんだよね。今バスケ動画で何ことやろうとしてるところでこれだよ。わし今から届いた日本酒飲むところやが、学生役なのに飲むな的なのは置いておいて、私ヒイラギ中川どっちなのかな。私も名字どれになるんだろう。俺とかまずどれよ。俺じゃねえ。俺でしょう。私もどっちになるのこれ。どっちかな。はいもうこれ以上でたらすくもないから先に行くでやこんちっちょう。てめえらマジでついてこいよ。ほんならば早速始めていくんじゃよ。最初のやつで言うとこれか。下ネタ、めたいことありのカップリング大喜利。カップリング言うんやったら誰になるんや。ライカとなるとレンコになるな。ヤクザ関連からしてだけど。で知らぬいグレンと一色鈴葉。いやグレンそっちじゃねえこっちだ。ややこしくすんじゃねえよ。で現段階で有名な劣化と名倫の生徒教え子禁断カップル。佐藤ささらのやつは。立ちえどっか行ったもうわかんない。で飛鳥は昨夜と。ぬえ。で、あかりちゃんとレイジはまあ大丈夫だなうん。霊夢とローマもあるな。はい、出番ない人は落ち着きんさい。なあ、この場合はどうしたらいいんだ。そうじゃん、これもあるじゃん。これに関しては正直後ろの人じゃね。私霊一択しかないから霊はこっちに来てほしいのだけど。リアルに付き合ってるから霊はさらとで決定で。関係あるかわかんないけど私だってこれに当てはまるの。いきなり引っ張って連れてくるな。はい、正直ありです。カップリング内容によっては面白いです。みたいなことたくさん言えそうです。最低なんだけど、うぷ主。てめえらやることやってんだろうが文句あるわけねえよな。陸道ライカ大量発生王様ゲーム。わしが大量発生やと。俺南蛮道路で大量発生中。お腹すいた。私なんでライカになってるの。よしよしこのままトイレに行って確かめてやろうじゃないのぬっふ。リピートあったり、ケロ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 。さあ判別できたかな。誰かが女児化したり幼児化しちゃう。ですね。ソーマとライカのカオス動画。わしこれを相手にせえへんとあかんのか。どう？相手できそう。わし的にはすでにカオスなんやが。にらめっこしましょう。笑うと負けるアップップのブー太郎。こっち来るんちゃうわボケが。うっかり地球を滅ぼす。Are you ready? Ready? Go! 篠の目作により地球が滅ぼされたので動画の続きが。ニンニクが幻想入りして幻想郷崩壊。鏡数や、病態化。しないよね、作らないよね。嫌だよ、俺これ以上幼くなるの嫌だよ。その顔俺が一番したいんだけど。ヒイラギリン、シノノメ作がカップルになった世界線、ってのがあるんだけども。どうしようかな。ずっと言われてるからな。俺も物語に加わってそこそこなる。そういう展開も悪くはないのかもだが。私を恋愛対象として見れます。視聴者の希望が多ければだそうです。いろんな人にドッキリを仕掛ける。ドッキリな、誰が誰にするかで盛り上がるか盛り上がらないか。どちら様でしょうか。サラがいろんな人にセイロガン入りの料理を。あらら、これは私が主役の話かしら。正気か、これ言ったやつ正気か。頼む嘘だと言ってくれ、マジで嘘だと言ってくれよ。さすがの俺でも正気の沙汰とは思えんぞ。サラのセイロガン入り料理の被害者増やしましょう。画面映せねえぞ。マジでヤバいんだぞ。演技じゃないんだぞあれ。たくさんチャラッとフェードアウトしないでください。呼んだかしら。嫌だ。てなことですが、ヒイラギ家はどうよ。死人が増えるぞ。病院送り、ひどいわね。病院送りだなんて。いや正直俺もみんなと同じ意見。なんか私が悪いみたい。オリキャラ全員性転換しちゃう。これは面白いんじゃね。マジで嫌な予感しかしねえ。声とか変えるの大変だな。変声機使わないと。魂入れ替わっちゃった的なのでも何気面白そう。俺嫌だ、気づかないうちに女とかごめんこうむる。どうせ見た目女の子なんだから性転換しても変わんねえだろうよ。だけがついちゃった、なくなっちゃったでもいいんじゃない。と下ネタ降臨きたこれ。女性限定で発情しちゃうバイオハザード。それどがな状況なんや。いや書いてあったから。どこまでそうなるのかな。これは私もかな。これゾンビが出るってより女性陣がゾンビ。運動だろうな。発情した女性陣が追いかけてきて、捕まった男たちは見るも無残な状態にとか。この界隈だからだろうけど、どんだけ女性いると思ってんだよ。もしそういう世界になったとして、
一番ヤバいの誰なんだろう。そんなもん満場一致だろうがよ。翌輪一人で済んだよな。レイサラ桜井かスメラギの最強クラスで坂森。なんで俺最強クラスになってんの。なんで俺も最強クラスになってんだ。お前らは確実に最強クラスだろうが。ライカを酒何を飲む。スピリタス以外シャンパンタワー確定。女性陣料理対決。審査員は私よん。大食い設定ここで出ちゃう。そういえばそういう動画ってなかなかないよね。ムッカー氏に誰かのチャンネルで見たことあるくらいだったな。やってみるのもいいんじゃないかな。はい、提案です。お母さんことサラさんは不参加でお願いします。言わんとしてることはわかるけども。地獄 S。あら、期待してくれてるのかな。じゃあ期待には答えないとかな。俺が言うのもなんですけど、さすがに怖いことになりますよ。あ、そうだ、咲くよ。次はお前にとって恐ろしいことになるぞ。何それ。ヒイラギレイ、シノノメ作の DL 動画。誰があんなこと考えやがったやつは。視聴者、チャット恋愛するのかどうやったらそんなの考えるんだ。俺が知りたいのだよ。これはどうするよ、DL 展開。ボーイズラグ、だろ。需要があるやつめちゃくちゃ限られるぜ。でも字面からしたらめっちゃ好きなのよ。いや確かに面白いけどさ。展開によっては私嫉妬するんだけど。いや嫉妬は。まあ、冷静になればだよ。女性化の恋愛突っ飛ばして DL 行くのか。絵文字ファーカーは何バレないのか。率直に服がうぷ主作れるか。DL 例の例え変わるけど作れないことないぞ。うぷ主逆になんで作れないって言わないのよ。いや別にな。どう考えてもこの展開は面白いのかもしれないけど、なんかモヤモヤするんだ。彼女か嫉妬に狂うあいつか。レツガとマリサが付き合った世界線。これに関したらあれだな、聡明学園高等部のエフルートだな。あーうぷ主の中でそこそこな事件だった。聡明学園高等部シーズン2で私を出せ運動が起きたやつだな。マジであれはイカれてたと思う。まあそのおかげでマリサオンリー動画ができたんだけどな。あれマジでイカれてた。あれに関しては私も引いたぜ。でこのパターンやるのか。ふと冷静に見るとだけどただのリクエストなんだよな。それ言うなら他のもそうだっての。さてどうするかね。どう、ラブラブしたい。そういうの聞くのはずるいと思うのよ。どこまでラブラブするんだ。運動しようかね。ヒイラギリンにこちょこちょして無傷な人皆無説。何かなリンちゃん、もしもし警察ですか。リアル説なの見切り。これに関しては俺わからんのだが、食いしん坊のコピー野郎のゲームにあるミニゲームの一種だべは。例えばリンとレナが構えてますと、で何か合図が出ますと、ほんで相手より早く動いて相手を攻撃できればよろしい。反射神経ゲームになるぞよ。ほうほう、反射神経が物を言うゲームかい。これはまあ気が向いたらかな。現状予告のみの転生、幻想入りシリーズ。完全新作って言ってたな。そうそう、今まで出てるオリキャラは誰も出てこないんだ。え、誰も。そう誰も。現状決まってるのは祭りの神である主人公だけ。霊がいる幻想郷とは違う世界線。その神様の立ち絵の元は決めてるけど、まあまだだいぶ先かな。最低限バスケ終わってからってなわけで、大体のコメントにリアクションしてもらったけどどうよ。 BL だけはマジで不安。わかる。セイロガン追加で持ってこないと。せめて窓の近くで開けてくれよってなわけで、リアクションいかがだったかな。多分大半は時間ある時に作るかな。おやすみ。